白島旧ガーデンは、広島県広島市中区東白島町にある複合商業施設。ビルの正式名称及びオフィスビルとしての名称は、NTT クレド、白島ビルで、白島旧ガーデンは、その1階に設置されている。当時の NTT の有給地を活用するために、設立された、デベロッパー、NTT 中国武道山が、初めて設置した建物である。 地上14階地下1階のメイン棟と駐車場棟で構成されている。1992年4月17日に開業した。当地には1875年から1948年まで現在の広島市立白島小学校があり、その後 NTT 広島支社が、そして NTT 中国資材センターが設置されていた。 NTT 中国武道産設立時に当初計画施設の一つとされ、1990年9月に着工された。計画案ではオフィスビルを建築し、当時7カ所に分散していた NTT の技術開発部門を集約し、ランや光ケーブルを整備。また、駐車場、店舗、サービス施設を備えた複合ビルとした。オフィス棟は、 地上14階地下1階。駐車場棟は地上8階地下1階を予定し、走行費は約80億円とした。1992年4月17日に NTT CRED 白島ビルとして開業。開業当初は2階から7階はオフィス用フロア。8階から10階は NTT 関連会社。それ以上は NTT 本体が使用するとした。 また、開業時に銀行が移転した。また、1992年から1994年まで、摂主である NTT 中国武道産の本社も置かれている。1階部分は、レストラン街及び商業施設になっている。開設時点で、レストランや喫茶店が7店。食材の店が1店入店した。南ヨーロッパのようなイメージで、 商業スペースは作られ、施設内は石畳に、人工の水場、また、シンボルとなる、時計台も作られた。現在の英字表記は、白島旧ガーデンになっているが、解説当時は、白島旧ガーデンと表記していた。旧は、白島をより快適な街にする、きっかけの意味で付けられた。また、解説当時は、NTT 中国武道産唯一の建物だったので、 NTT, CRED ビルと呼ばれていた。1993年には、広島市優秀緑化施設表彰を受賞している。ABC 中国新聞1990年5月23日6ページ、オフィスビル、広島市で建築 NTT 中国武道産。 中国新聞1989年7月12日6ページ NTT 中国武道産事業の新会社を設立 HATAB 中国新聞1992年4月15日6ページ NTT 白島ビル完成17日にオープン広島会社手帳平成4年版440ページ及び広島会社手帳平成5年版438ページ 1992広島企業年間440ページ及び1993広島企業年間438ページ表記の違いで移動したことは確認できるが具体的な移動時期の記載はない AB 中国新聞1992年4月24日夕刊4ページグルメビル続々誕生遊び感覚受けています広島市中区 ありがとうございます。